何もやる気が出ない。寝ても寝た気がしない。肩こり頭痛がする。胃腸の調子が悪い。気候気温の変化に弱い。一つでも当てはまった方は自律神経が乱れている可能性が高いです。実は僕もいくつか当てはまってるんですが、本当に何も主張がないって方は現代人は少ないですよね。自律神経は脳と脊髄から始まって、各臓器に繋がってる神経なので、背骨が歪んでしまうと不調が出やすくなってしまうんです。だから今回は背骨周りを柔らかくして、自律神経を整えるストレッチご紹介します。右肩を下にして横向きに寝て、左足は前に出しておきましょう。左手を後頭部に当てて、肘を前に出して、胸を開く。繰り返していきましょう。肘を前に出して、ぐっと背中丸めるイメージ。胸を開いて、肘を後ろにぐーっと持ってくる。ゆっくりで大丈夫です。呼吸止めないようにして、できる限り大きく動かすことが大切です。スピードは全然重要じゃないです。普段動かさない範囲まで胸を開く。ラスト1回いきましょう。丸めて開く。よし、OK。次そのままキープしましょう。肘は後ろの状態でキープです。で、この状態、肩が痛いよって方はこんな感じでもいいです。胸をね、開くってことが目的です。この胸の筋肉伸びてるなーって感覚と、肩甲骨がね、後ろでギューッと寄ってる感覚あれば OK。 ぐーっと胸開きましょう。ここのストレッチです。呼吸は止めないようにして、肩ね、無駄な力入れすぎないようにしましょう。 OK。 このまま手を肩に添えて、大きく後ろ回しです。肘をできる限り大きく回しましょう。前回しではなくて後ろ回し。これも目的は普段動かさない範囲まで肩を動かすことです。できる限り肘を高く上げて、後ろにぐーっと持ってくる。こう肩こりとかね、頭痛にもすごい効果的なので、ぜひこうデスクワークの方とかね、毎日やってみてください。 OK。 次は左足を真横にグッと上げる。膝曲げて OK。 グーっと上げる。前に上げるんじゃなくて横に上げるイメージ。上げた時にこの脇腹がね、ぐっと縮まる感じあれば OK です。バランス取りづらい方、下の足をこうやって曲げておくといいと思います。しっかり真横に足を上げることで脇腹を使います。しっかり伸ばして脇腹使う。ラスト1回頑張りましょう。よし、 OK。 次はですね、また左足前にこう出しておいて、左手をできる限り高く万歳。その後、肘を後ろにぐーっと引きます。万歳して、肘を後ろに引きます。万歳して、手のひらは上向かせながら引く。この時にね、肩甲骨が後ろにぐっと寄ってるなーって感覚があれば OK です。しっかり寄せる。限界まで高く上げて、しっかり寄せる。スピードは重要じゃないです。普段動かさない範囲まで動かしましょう。次、左手を斜め前に万歳します。ぐーっとできる限り遠くに向かって伸ばしましょう。脇の下とかね、脇腹伸びてれば OK です。この時ね、下の手楽な体勢で OK です。曲げといてもいいですし、伸ばしといてもいいです。目的は左の脇の下、背中を伸ばすこと。いまいち伸びない方は、もう少し前についたりとか、上についたりとか、自分がね、伸びる角度を探してみましょう。OK。 次、逆向きになります。皆さんは寝返り打てば OK です。次、右手を後頭部に当てて、ぐっと丸めて、開く。丸めて、開く。個人的にはね、枕入れとくと頭は楽だと思います。ただね、枕とかクッションない方、特に枕なしで、僕みたいにこうね、セルフ腕枕してもいいと思います。できる限りぐっと背中を丸めて、限界まで開く。体開かないように上の足は前に出しておくと良いかもしれません。 OK。 次は後ろにぐーっと肘引いて、このままキープです。胸のストレッチ、あとは肩甲骨寄せるっていう動きをしてます。肩が痛い方はこんな感じでも OK です。自分でね、肩が痛くない角度を探してみましょう。胸を開くってことがポイントです。逆に全然余裕だよって方は、ちょっとね、斜め後ろに向かって開いてみたりとか、さらに後ろに開いたりとかね、自分が、あー、効くな、胸が伸びるなーっていう位置を探してみましょう。呼吸を止めないようにしましょう。OK。このまま肩甲骨、動かします。手は肩に添えて、大きく回しましょう。できる限り肘を高く上げて後ろに持ってくる。これ後ろ回しです。前回しじゃなくて。なぜかというと、前回しって意外と日常生活であるんですよね。物取ったりとか靴履く時とか、こう手を前に出すってあるじゃないですか。ただ後ろにこう手をね、回すってなかなかないので、普段動かさない動きをすることがストレッチには大切です。ラスト1回回しましょう。 OK。 次、上の方の右足を上げる。脇腹使います。真上に上げるんじゃなくて真横に上げるイメージ。硬くてね、真横に上がらないよって方は、この腹筋とかね、脇腹、お腹のあたり使ってる感覚あれば OK。 この時に使います。きつい。余裕があればね、しっかり伸ばして限界まで上げる。きついな。呼吸を止めないようにしましょう。ラスト1回です。しっかりぐーっと上げる。OK。次は右手を万歳して、手のひら上向けながら肩甲骨を寄せる。万歳して、後ろに肘を引くイメージですね。限界まで万歳。引く。僕、前ももが硬い、反り腰とかね、前ももが張る方向けにすごい動画出してるんですけど、前ももが硬いと裏もも、お尻にセルライトがつきやすいんです。それと同じで、背中が硬い方、お腹に脂肪つきやすいですからね。この動画、お腹痩せにも効果的です。次は右手を万歳して斜め前に伸ばしましょう。脇の下、背中伸ばすイメージです。いまいち伸びない方は、もうちょっと上に向かってグーって伸ばしたり、もうちょっと斜め前に伸ばしたり、遠くに手を伸ばしたりとかね、伸びる位置探してみましょう。そして皆さん、ちょっと謝らなきゃいけないことがあります。僕の動画は基本的に寝ながらって言ってるんですけど、次の種目、四つん這いです。うつ伏せでやるっていう選択肢もあったんですけど、うつ伏せだと、反り腰の方が腰痛くなっちゃうので、すいません、四つん這いでやらせていただきます。OK。次、四つん這いになりましょう。これで、左肘を後頭部について、ぐっと、左肘中に入れる。限界まで開く。左肘中に入れる。限界まで開く。繰り返していきましょう。きついな。こう開くときに肩が痛い方は、肩痛くない範囲で OK です。できる限り左肘を遠くに奥まで入れて、ぐっと胸を開く。ラスト1回頑張りましょう。ぐっと入れて、限界まで開く。OK。 次、右側行きます。前から見せますね。後ろで手を組んで、ぐっと丸めて、限界まで開く。丸めて、限界まで開く。もしきつい方ね、左肘こうやってついちゃってもいいです。丸めて、開く。丸めて、開く。きつい。しっかり丸めて、開く。ラスト1回ぐっと丸めて開く。次は四つん這いの状態で腰をぐーっと丸める、反らせる。繰り返していきましょう。ぐっと丸める。この時目でね、おへそを見るイメージ。反らせる。頭を丸めておへそを見る。しっかり反らせる。丸める。これもね、何が大事かっていうと、普段動かさない範囲まで丸めて反らせることが大切です。呼吸を止めないようにしましょう。ラスト1回反らせて、しっかり丸める。 OK。 次はですね、左手を斜め前にこうやってつきます。で、上から右手をつきます。そのまま体を左斜め後ろにぐーっと引いていきます。こんな感じです。左の背中、脇の下伸びてれば OK です。全然伸びないよって方は、左手、遠くについて行うと、より伸びると思います。伸びない方ね、いろんな角度で探してみましょう。伸びる位置あるはずです。よし、OK。次は右手を斜め前に出して、左手を上から乗せます。そのまま体を右斜め後ろにぐーっと引きます。右の脇の下、脇腹、背中が伸びてれば OK。頭もぐーっと下げちゃうと、より伸びると思います。ズボラストレッチ毎日やった方がいいのって聞かれて、基本的に僕、毎日やりましょうとはお伝えしてるんですけど、めんどくさいじゃないですか、正直、ストレッチって。だから、僕は皆さんが続けやすいペースが一番いいと思います。だから、早く痩せたいなら毎日、別にね、そんなに急いでないよって方は、2日に1回とか3日に1回でも、僕は全然いいんじゃないかなと思います。習慣化しやすいペースをね、自分で見つけましょう。で、最後、ちょっと体整えるストレッチです。正座して、そのまま体を前にべちゃっと倒れます。腰を丸めることがポイントです。かかととお尻つけておきましょう。頭をね、だらーっと下に下ろしちゃいましょう。これがきついよって方は、これぐらいでも全然 OK。腰がね、丸まってれば OK です。最近ですね、僕の視聴者さんで、こう、ズボラーと名乗る方が結構多くてですね、要するに、ズボラストレッチやってる人っていうことらしいんですけど、もしね、ズボラストレッチ気に入ってくださってて、自分もズボラだという方がいたら、コメント欄でね、私もズボラですといただけると助かります。OK。最後までよく頑張りました。素晴らしいです。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。